哲学的に。あんな甘いこと言えないな。サルトルってフランスの文学者がいて、でオートっていうのは生意気に買ったんです、その言葉がいいな、好きだったから。70年くらい前かな、あの日本の雑誌はカラー写真は表紙と口絵っつってトップの10ページくらい、あと後半は2色赤と黒だけでするとか、そういうやつが 10% くらい、あとはもう1色黒だけ。やっぱり景気が良くなるとね、色が欲しくなるんですよね。やっぱり読むより見る方が楽だからね。まあ時代でね、色とかすごくこうサイケデリックにこう色いっぱい使う時代と、ちょっと渋く見せる、これはあの本人の個性というよりは時代のこう流れですね、色に関しては。色っていうのは数字とかアルファベットみたいなもんで、組み合わせでどういうのもなる、こうね、こう派手になったり、こう感慨深くなったりってことも、ユニットは数字とかアルファベットと一緒ですよ。好き嫌いっていうのが基本ですよね。これが好き、これが嫌い、嫌いってことはあんまりないんだけど、好きがいろいろこう恋と同じだよ、ラブと。僕は何でも面白がるから見て、何でもだから僕は街歩いててもすぐ看板見ちゃうんですよ。それで見て鑑賞するだけならいいのに、その時間を、時の空きをもうちょっと広げたらもっと良かったなと、全部にそういうふうに感じちゃうの。だからそこの個性っていうのが出てくるんだと思うんですね。あの一人でじっとしてるとね、まあ働かなきゃダメだというよりも、やっぱ作ってないと虚しいんですね、寂しいの。だから何もしないで、お金あげるから何もしないでいいよ、寝てていいよって言われても、全然そのそういう気にはならない。哲学的に。でもね、この仕事をやってこられて幸せでした、ハッピーでした。